はい、どうも、山猫です。ゴーストリコン、フューチャーソルジャー、再開していきます。レジスタンス支援をしておるわけなんですが、敵も光学迷彩を着てたりしてね、ちょっとセンサーに引っかからなかったりで、なかなか厄介な戦闘が続いておりますが、さて、どうなるやら、ブカロフを排除せよ。どこ行けばいいんだこれ。どこ行けばいいんだ。降りんの。あ、昇降って書いてるね。あ、登るのね。ここは危険です。早く避難しましょうって言ったんだと思うよ。要するにあいつが敵だね。あれがブカロフだね。ブカロフを排除せよ。逃げとる。マグネティックで中の様子がわかる。あいつか。違うね。帽子かぶってなかったから、さっき映ってたやつはブカロフだね。始めるってか。ちょっと待って。大丈夫かな？武器は何を持ってるんだ？アサルトの方で。だね、アサルトにして、いっぱいあるよ。これはどうすんだ。サイレンサーのついた武器を選択する。サイレンサー使いってことか。C4 設置。ブカロフどこだ。20秒以内にブカロフの部屋を制圧せよ。あいつか。オーバーロード、ターゲットを殺害。こいつか。全然違ったじゃん、さっきのやつと。姿を消せ。もう消えました。全く驚きました。不当ともいえる新政府はロシアの愛国者の勇気によってここに完全に崩壊したのです。先ほどの銃撃戦は実際に革命勢力の内輪もめであったことが確認されました。しかしいずれも私たちがその一帯に到着する前の出来事のようです。人民は自称大統領のセルゲイ・マクマノフを拘束しました。彼の腹心であったブカロフ元帥は本部で死体となって発見されました。どうやら自分の警備兵らに暗殺された模様です。この後も引き続き。あ、もう終わっちゃったよ。3分しか経ってないですね。じゃあこのまま進めます。とりあえず、ロシアモスクワインビジブルベア、無事ミッション達成しました。このまま、続けましょうね。3分しか経ってない。
彼女で行動すべき情報が入った。俺たちの仲間を犠牲にした奴らの話だ。0530、これを終える。民間人の暴走を予想のか。いつものことだよ。これで世間で言うところの危機は去った。だが我々の仕事は残っている。レイヴンズロックの幹部に関する情報を得た。彼らは今地方の居住区に集まっている。どうやら解散前の最後の会合らしい。間違いなく彼らをやる最後のチャンスにな。彼らには次のプランがあるだろう。あの忌まわしい爆弾で全てが始まった。今終わらせよう。我々の手でな。これは公式な作戦だが記録には残さん。居住区に侵入しターゲットを消せ。一人も逃すな。一人も逃すな。ロシア別荘地ミッション名シャトレッドマウンテン。レイヴンズロックのリーダーを排除せよ。情報マップ。今までね、ロシアの内戦っていうのかな、を陰からね、革命軍をサポートしてたんだけども、我々というかね、このゴーストたちの目的はレイヴンズロックをね、排除するっていうのが目的ですね。お忘れかと思うんですが、一番最初のムービーで、舞台仲間がね、爆弾によってやられてしまったんですよ。まあその復讐のためにレイヴンズロックを探してたっていうのが、本筋なんですな。とりあえずスタートしますか。耐熱圧縮 ACR にホロマグニファイアスコープを装備したものを持っていけば、自分の居場所がバレる前にターゲットを倒せる。俺なら接近戦に備えて M12 フロートショットガンを持っていく。気をつけて狩りを楽しめる。狩りを楽しみますか。フラッシュバン、センサーとフラッシュバン、非致死性グレネード、フラグの方がいいと思うんだよね俺。でもフラッシュバンでやっていきますか。それではスタートです。道路脇に寄せてここに止めましょう。みんな気合を入れろ。
いいか。仕事にかかろう。ハート到着しました。了解。ターゲットの名前と写真を入手した。秘書君、最悪の元はこいつらだ。元を立て。了解。なんか民間人の暴走を装うとか言ってたけど、思いっきり怪しい4人組だよね。レイブンズロックのリーダーは排除された建物へ向かい、シャッタードマウンテンだね。そうだね、シャッタードマウンテンだね。さて、諸悪の根源ども。敵が二人、アサルトライフルだ。え？道路のそばだ。道路のそば。ドローン開始。まだ敵だ。ターゲットは二つ。それだけか。他にいないかな。二人だけか。動くぞ。奥にいるんだよな。奥にいたんだよな。今見えたな、ちらっと。奥ってずっと奥なんだけど、ずっと奥なんだけど、とりあえずこいつは殺しちゃおうか。待てよ。ドローン配置。発砲準備。いるね、やっぱり奥に。3つだ。3人いるね。とりあえず、こっちは殺して大丈夫っぽいな。やれ。ちょっと待って、俺の武器はサイレンサーついてるのか。ついてるね。あの検問所は避けられない。やるぞ。正面に敵がいる。3人。敵のスナイパー。屋上だ。ドローン。向こうにいるのか。ライトマシンガン1。待て。上にもいるやんけ。あいつを殺してしまおう、まず。OK。じゃあ。ドローン開始。撃つんだ。なんか変なとこにも反応したんだよな。二つだ。ターゲットは三つ。OK。準備 OK。なんかこっちの。電波がもう届かないか。大丈夫かな。やれ。よし、行くぞ。クリア。オッケー。さて、まだ何も使ってないもんね。
いや。7人排除しなきゃいけないのか。お、またコンタクトした。探索あっちを先に。敵12時方向、ライブ兵がいる真正面。敵1ライトマシンガンだ、真正面。中にいるね。中2人、外2人。ユンコフは俺だ。違うな、 3人奥。まずユンコフを排除しなきゃいけないんだね。外をまず。まだ敵がいる。外のやつをまず倒すか。2人準備 OK。 いいぞ。準備よし。こっちの裏に行ったんだよ。ほら、いた。ショットガンを警告。なんか女の声も聞こえるな。なんだ、女レイプされてんのか。これ罰だな。どうしようかな。ダメだな、今殺したら見つかっちゃうよね。ちょっとさ、こいつを誰か狙ってくんねえかな。それは無理だ。無理か。断られたぞ。発砲準備。どうやって殺そう。でもな、殺しちゃうとバレるんだよな。どう考えてもあの二人を殺すと奥のやつにバレるんだよね。こっちを先に。三つだ。狙いをつけて。こっちは殺してもバレないんじゃないか。位置的に。バレるか。あいつはなんで狙えないんだろう。とりあえず殺して、移動する。ターゲット2つ準備よし。あいつはダメなのか。ターゲットは3つ準備完了。行ったな、1人行ったね。構える、いいぞ。よし、あとはユンコフだけだ。じゃあ、あれをどうやって倒せばいいんだ。無理だよね、これ。中からじゃあ無理だよね。準備 OK。 誰か狙ってるから、いっか、殺してもらうか、やってもらうか。間違えた。やってくれ。ターゲット3だ、希望確認。 OK。 残り6人。迷彩。どこにいる。あの中にいるらしいな。楽しそうだな。コンタクト。移動する。とりあえずライフル兵がいる、真正面。敵が2人、ライトマシンガンだ。奥にもいるのか。これまだ敵だ。ちょっと軽装備の敵が見える。なっ、あ、やべ、危ね。ドローン、
これ手前の敵殺したら中のやつに発見、中のやつ、中に人いないよねこれ。見つかるとかやでやと。とりあえず奥のやつを殺すか。無理か、あいつ。あいつ、あの2番狙えないってか。ターゲットは2つ。違う。なんだろう。今2番はどこについてたんだ。準備 OK。を殺して、いやこっちにいるね。ダメだねこれ、殺せないね。ダメだね、こっちを先に。こっちを先にやっちゃってからの、生きても、撃て。でこっち二人を、二つだ。準備完了。いつでもいいぞ。撃つんだ。こうやって、この二人どこに行く、どこに向かう、死体の方に向かわれたら困る。3人いるんだよね、あそこに。4人だ。いやー、中にも今ちらっと見えたね。これちょっと難しいぞ。どうやって倒す？どうやって倒しましょうか。中にもいたんだよな、今。いやー、いるね、いっぱい。スタンバイ。どうしよう。中を殺しちゃうか。グリゴリエフで間違いなさそうだ。こいつ殺しちゃえばいいんじゃないの、グリゴエに。ライトマシンが持ってるぞ。なんか、見つかるな。いやー、畜生。どうやったら。あいつ殺してもダメだろ。あいつ殺してもまだ中にいるもんね。ターゲット2つ。むずい。で殺しても多分中にいるから見つかると思うんだよね。おちちちちち、中にいるのか。いやー、どうしよう。やっちゃう？いっか、戦闘になったら戦闘になったで。お、見つかってないぞ。いつでもいいぞ。撃て。よし。死体が発見されちゃった。ターゲット2つ。ガンダーを撃て。了解だ。敵が動いてる。リード移動。ライトマシンガンだ。順位保護。はい。
いつを殺してしまえた。あかん。やべえ、なんかあいつ逃げてんじゃねえか。逃げてないか。もう大丈夫だ。ん？オッケー。ちょっと時間かかりすぎだね。ちょっと全員気づかれずに全員排除したかったんだが、あ、向こうか。でちょっとここで中断するかな。あとまだ5人もいるわけなんで、なんかもう皆さん向こうに行っちゃってますな。一旦中断して続きは次の動画で再開します。